ここまででトップに立っている選手登場です。ディフェンディングチャンピオン、今回優勝しますと4度目のヨーロッパのタイトルとなります。ロシアの21歳エフゲニー・プルシェンコです。今シーズンはね、怪我やなんかで、はい、もう不本意っていうか、もう自分が持っているものを十分出してるっていう試合がほとんどないわけですよね、はい、グランプリファイナルでももう考えられないようなミスをしましたからね。それで、まあ、あれはもう自分がもう間違いだっていうんで、コーチのミシンさんもね、指摘してましたけど、まあ、名誉挽回、ここで頑張りたいですね。曲は作曲家がプルシェンコのために特別にアレンジしたもの、ニジンスキーに捧げる曲です。最初が4回転のコンビネーション4-3-2ですね。来ましたね、トーループ、トーループ、最後がループ、ループですよね、はい。これは考えられないようなミスですね。珍しいですよね、はい、もう完全にウエイトが外に出ちゃったんですからね、踏み切れない。で、踏み切れないだけじゃなく転倒までしてしまいましたからね、これはちょっと辛くなりましたね。もう一度アクセル、これもミスですか。技術的にですね、ジュベールがもう完璧って言ってもいいほどの演技してますからね、はい、あとはこれからどれだけ滑るかですね。ただでもちょっとこの時点で難しくなったじゃないですか。もう一度行きますね。さすがですね、この辺はさすがです、はい、ここが強いところですね、はい、さすがって言った後にこのミスは考えられないですよ。これまでのプルシェンコではありえないようなミスですよね。そうですね、まあニースの世界選手権でやっぱりかなりのミスをしましたけどね、あれに近いようなミスですよね。こういうところは素晴らしいですね。
ロシアのエフゲニー・プルシェンコでした。いやプルシェンコとしてはですね、まあ、先ほどニースのことを言いましたけどね、はい、ニースの世界選手権でねトリプルクワドのトーループをね失敗で、そうでしたね、本当に考えられないようなミスを続けたわけですけどね、それと似たようなね結果ですよね。これはまあ最初はねもう素晴らしい出だしだったんですけど、もうすぐその後にミス、でまた立ち直るかなと思ってまたミスする、これ今までのプルシェンコだったら1つとか2つのミスがあっても全体としてこういう動きはないですね。それと同時にスピードがないですよ。そうですね、だからプルシェンコの持っているもうキレの良さみたいなのが何にも出てないですね、まあ、正直言ってこれは技術的な面だけで言えばもうジュベールの勝ちですよね。問題はプログラム の構成とかその評価をジャッジがどう見るかですけれど、まあ、正直言ってこの時点でちょっと辛いんじゃないですかね。厳しいですよね、はい、この アクセルの転倒なんていうのは考えられない、これまで のプルシェンコとしては考えられない転倒ですよね。あんなに大きな転倒はまずないですもんね、はいはい、そのなんていうんですか、踏み切って回転してランディングの時に転倒するっていうのはありますけど、踏み切りでもうすでに完全にバランスを崩しちゃってる、もうこういうミスはあまり考えられないですよね。そうですよね、まあ、怪我したりなんかして非常に調整に苦しんでたようですけどね、大会前のところはね、練習の時やなんかでは、そういう部分がもう戻ったかなっていう感じだったんですよね。あ、そうでしたか、膝に故障を抱えています。やっぱりね大きいですよね、まあ、本人が一番そうですよ、ね、分かってるって言えば分かってるんでしょうね。もうね、そうですよね、だからもう表情も淡々としてますよね、はい、これでおそらくジュベールが総合でも1位に上がってくる、はい、という結果が出ると思いますよね、得点が出ました。テクニカルメリット 5.4 から 5.8、 もうこの時点でね技術点ではもうだいぶ差をつけられましたよ ね、 そうですね。ジュベールは 5.9 がいくつもありました。そしてプレゼンテーションです。 5.5 から 5.9、 もうこれではもう完全にもうフリーはジュベールが上ですね。そうですね、はい、1位の方が少なくなっています。